さあ始まりましたバスケートーク。イエイ。このコーナーは毎週火曜日フリーアナウンサーでボールトリップライターの木村さんと一緒にバスケについて語っているコーナーです。エリさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週まではね、激闘の B リーグありましたけども、シーズン終了しましてオフシーズン第1弾ということで、ようやく。でも実はボールトリップとしては、まあ、あの B3 の2位決定のね、あの岡山対静岡の試合を編集長が撮影に岡山まで行っていたりしたので、本当にあの全ての撮影が終わったのはシーズンとしては実はこの日曜日だったんですよ。なるほど。なのでもう最後の最後までメンバー一同あっちこっち飛び回っております。大忙しでしたね、はい。まあ、このオフシーズンはね、こう毎週のバスケの話題に続いて、まあ、ちょっとしたこうトークテーマとかを決めていろいろこう話していければなと思うんですけれども、まずはじゃあ先週のコメント紹介からちょっとしていきます。はい、お願いします。先週はねファイナルについてのあれでしたから、はい、これは4132マハロさん、はい、実は CS2 年現地に行っててアルバルクに負けたのを現地で見ていました、うん、今年 CS 決勝まで行っても行けなく複雑な気持ちだったけど、3度目の正直でてっぺんの瞬間をテレビで見れたらいいなと思ってました。今回まさかのゲーム3にもつれてチケットが再販されて夜勤明けで行けることになり、眠さを抑え現地で優勝の瞬間に立ち会いました。富樫キャプテンがトロフィー掲げたり、大野ヘッドコーチが抱き合ったり、めっちゃ幸せなひとときでした。最後の最後までハラハラしたけど、ファイナル素晴らしい試合ありがとうございます。千葉ジェッツファンの方ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。1週間経ってもあの感動の気持ちが収まらないもんね。うん、本当にね、素晴らしいシリーズでしたから、うん。続いてプルート MP3 さん、はい、ありがとう泣きマークということで、いやー、そりゃそうだよね。プルートさんも千葉ファンなのかな。でも千葉ファンの方じゃなくても宇都宮のファンの方も B リーグのファンみんなが多分その気持ちに、ね、なりましたね。本当そうですね。いや、本当に熱いファイナルでした。はい。でちょっと今週の話題に触れていきたいんですけれども、はい、まずはね、先週末に発表があった B リーグアワードですね、はい。ここはまあ金丸浩介選手が初めて MVP に輝いたりとかいろいろこうありましたけども、エリさん、ちょっといかがですか、はい、この印象というか。まず金丸選手が MVP を取られたのはなんかこうファンとしてもいつか取るだろうという選手のお一人じゃないですか。なので、あ、取るべき時が来たんだなっていう思いもしましたし、もうなんか今シーズンに限らずいつもねやっぱり素晴らしいので、うん、この番組でも常に金丸選手の話題するときってなんでこんなに安定してるんだろうとか、なんでこんなすごいんだろうっていうお話をしてきてるので、それもあって、で、まあ、今年で言うと、まあ、今シーズン弟さんのねこともあったりした中で、それでも結果を残してああやって活躍を続けられた金丸選手に、まあ、私たちも本当に心からおめでとうございますってお伝えしたいなって、うん、心からそう思いましたね。本当そうですね、うん。でまあ、他のところで言う と、新人賞にテーブス海選手、宇都宮ブレックスですね。あと、まあ、レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ賞、これは、まあ、B リーグでいう MIP ってところなんですけど、はい、ここに並里成人選手、琉球ゴールデンキングス、はい、とか、あとベストディフェンダー賞にね藤井優真選手が選ばれたりとか去年もねすごかったですし、今年も引き続きっていうことで、あの彼のすごいところで言うと、まあ、今年もまた三冠、まあ、三優馬なんですけど、あのもちろんそれをね続けることもすごいですよ、2年連続で、しかも今回はまた変えてシックスマンから今度ベストタフショット賞、うんうんうん、ありましたね。この子どこまですごくなっちゃうんだろうみたいな多分皆さんそういう気持ちで見てらっしゃるんじゃないかなって。で、これに昨シーズンも言いましたけれども、
3冠取っても MVP を取れず、2年連続3冠でも MVP を取れないんだったら、何度3冠取ったら MVP を取れるのかをちょっと本当に誰か教えてほしいなってちょっと思いましたまあそれぐらいすごい活躍でしたよね。よかった、うん。まずはまあベスト6マン賞に大阪エベスタの橋本拓也選手が選ばれたりとか、これはタッキー嬉しかったんじゃないですか。まあもうこれはでもそうでしょうって感じですね、正直。本当にそう思います。他に候補いなかったなっていう感じがしましたね。ダントツでしたね。でこの241としてもね、あの MVP 予想とかの動画を出したんですけど、はい、まあ、僕らは的には、それ以上と僕的にはやっぱりマブンガ選手が今シーズン MVP じゃないかっていうことを予想してたんですけど、まあ本当にね、マブンガ選手も素晴らしい活躍でベスト5には入りましたし、うん、まあ本当にどんどんこう優秀な選手がいっぱい出てきたなっていう感じですね。そうですね、うん、また新人賞はね、テーブス海選手ですけれども、みんなで並んだ時とかのなんか初々しいけれども、なんかもうリーグを代表する顔が並んでるじゃないですかすごいなって思いましたね。今シーズンでいうとね、本当に若手選手はすごく豊作で、うん、まあ、アルバルクのね、大阪部選手とか、はい、京都のね、寺島選手、はい、広島のアイザイ・マーフィー選手、うん、あと、まあ、川崎のね、増田選手ですよね。本当にこう豊富な人材が揃ってきたなって感じで、ね、まあ、さらにね、来年再来年とこう成績を伸ばしていってほしいなって思いますよね。うん、ちなみにタッキーは、うん、皆さんの衣装とかどう思いました？あ、でもすごくコンセプトがあっていいんじゃないかなって思ったんですけど、面白いですよね、うん、一見私最初でもハリーポッターなのかってちょっとえっと思ったら、よく見たら違くて、確かに。そうでもね、毎年そういう趣向を凝らして、うんうんうん、面白いなって見てました。さすがのエリさん、ファッションはそこやっぱ見ちゃうところですね。すごいうるさいよそこで今回ね、初めての試みっていうことで MVP の金丸選手の漫画になるということで、すごいよね。それも面白いですよね。なんか新しくこう B リーグを広めるっていうところではすごくいいのかなとか思ったり、すごい早く読みたい。うん、楽しみですよね、うん、であと今週の話題でいくと、はい、女子のね、3人制バスケが東京オリンピック出場決まったりとか。おめでとうございます。めでたいですね、これも。うん、嬉しいよ。もうね、本当にオリンピックの話題っていうのがすごく、なんて言うんだろう、今なかなかね、うん、楽しみっていう感じにもできないもどかしさの中であるので、なんとも言い難いんですけれども、うん、なんかそれでもああやってね、選手たちがどれほど努力してそこにかけてきてるのか、私たちもね、少なからず拝見をして取材させていただいたりしているじゃないですか、うん、だから本当に安心安全にね、本当に競技に集中できる環境が整えたらいいなってすごくより思うようになりました、ああいう結果を見て。本当そうですね、うん、特に女子は本当にレベル高くてメダルも狙える位置にいると思うので、うん、引き続きね、見ていきたいですよね。応援しましょう。で、まあ、今週のバスケートーク本題というのが、はい、ちょっとここまでのね、もうオフシーズン入りましたから、移籍情報をちょっと見ていこうかなと思いまして。もうね、大変なのよ、頭の整理がつかないのよ本当に今シーズンたくさん動いてるでしょ、うんうん、教えてタッキー本当にね、毎日毎日こうビッグサプライズがあるって感じですよね。ここまではだいたいさ、お昼の12時とか15時とかじゃない、うんうんうん、で、まあ自分もそわそわしてね、見たりしてますけど、うん、ちょっと仕事で丸一日携帯見られなかった日があって、この前、うんうんうん、鬼のような LINE とかの通知がすごくて、なんだろうと思ったら全部のトークが全部バスケの移籍情報の話びっくりしちゃったすごいね、まあ、やっぱりみんなこう話題敏感ですから、はい、噂とかね、それも含めて本当に盛り上がってますよねこのオフシーズンも。ドキドキするよね、多分みんなそうだと思うんだけど、うん、まあ、今シーズンここまでで言うと、まあ、大きな移籍で言うと、名古屋からね、安藤修斗選手がアルバルク東京に入ったりとか、あとね、3年の川島選手が秋田に入ったりとか、その辺は結構こう話題にも上ったっていう感じがしましたね。そうですね。
なんか名古屋もやっぱりもともと企業チームだから、うん、どこかやっぱりこれまで企業チームってなかなか主力の選手が移籍、大きな移籍をするってそこまでなかったイメージが、うんうんうん、多分過去5シーズンあったと思うんだけど、うん、ついにここに来て安藤シュート選手が移籍する時が来たんだみたいな、うん、なんか多分そういう感じになりましたし、アルバルクの安藤シュート選手またユニフォーム似合うだろうなって今思ってます。日本代表でね一緒に戦ってた田中大輝選手と共にプレーするということで、想像しただけでさすごい贅沢じゃない？贅沢です ね、 ね、でやっぱり安藤選手って言ったらこうシューターでねすごく得点力が高くて、でアルバルクで言うと今シーズンのスリーポイントの成功率がリーグ1位なんですよね、 38.5% ということで、うん、そこに安藤選手が入るっていうことで、うん、もうさらにこうシューター陣の威力が増していくんじゃないかなっていう楽しみな補強ですね、これは。ちなみにねちょっとまあ余談になっちゃうかもしれないんだけど、うん、ボールトリップの小川文吾カメラマンは B リーグの中でもね安藤シュート選手を撮影するの結構好きなんですよ、うんうんうん、なんでかっていうと安藤選手が行くぞって攻めの時の行く感じ、うん、多分背中で追ってる時だと思うんだけどものすごいかっこいいんですって。なんだろう、その攻めに行くぞっていう時の形姿勢がものすごい綺麗って言ってて、うーん、だからちょっと今度は、ね、アルバルクのユニフォームでそれ見せてほしいなと思います。すごい映えそうですよね。ね、うーん、楽しみ。で、まあ、アルバルクに関して言うとねまだヘッドコーチが決まってませんのでその辺も楽しみですね、うん、他で言うとねはい、渋谷にジョシュ・ハレルソン選手が戻ってきたりとか、何往復2往復かな2往復あるんですね、そういうの、うん、大阪からね。だって B リーグまだ5シーズンですよ、うん、行って入って行って入ってっていうことで。でも逆にそういう感じだからフィットは早いんでしょうねきっと。うん、そう思いますね。本当に渋谷の時でだいぶペースつかめてると思うんで、全然こうすんなり入ってくれるかなと思いますねそこは。はい、ただ渋谷はねチャールズ・ジャクソン選手が出ましたもんね、うん、そうですね、うん、それでいうとやっぱり今シーズンのここまでの話題をかっさらってるのは広島ドラゴンフライズですね。だいぶ力入れてますね。いやもうすごいですね。やっぱり昨年のね悔しさってすごく強かったと思うんですよね、うん、でここで一気にっていうその気持ちが伝わってきますよね、そのクラブとしての。まずそのねヘッドコーチが横浜からカイル・ミリングヘッドコーチ、今回、はい、昨シーズン横浜にいたカイル・ミリングヘッドコーチを招聘するということで、うん、カイル・ミリングヘッドコーチがフランスのねチームに決まっていたところを広島が急遽オファーしてなんとかこう決まったっていう感じだったらしいですけど、うん、まあ、ミリングヘッドコーチ本当にね優秀なヘッドコーチ で人望も厚い人なので、すごくここは選手と相性がいいのかなと思いますね。確かにあの横浜もねすごく昨シーズンたくさん試合を見られたわけではなかったですけれども、うん、すごくディフェンスとかが以前の横浜と違うねっていう話をこの番組でもねさせていただいたりしてたじゃないですか、うん、そういうのってね本当にミリングヘッドコーチの手腕の表れだったと思うので、広島が全く全然違うチームにでまたね今続々新メンバーも発表されていて、うん、なんか期待度がどん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 高まってます。本当そうですね、うん、広島昨シーズン失点で言うともうリーグワーストぐらいだったので、はい、その辺がねこうカイル・ミリングヘッドコーチの手腕でどう変わっていくのかっていうのが来年楽しみですね。なんかさ西地区が荒れそうな気がしていますちょっとねいろいろ動きがありますよね。ね、うん、でまあ選手で言うとね先ほどさんが言ったチャールズ・ジャクソン選手も入りましたし、はい、あとはねなんといっても辻直人選手川崎に9シーズンいた辻直人選手が今回移籍ということで、はい、まあ、ちょっと辻さんの話は最後にちょっとさせていただこうかなと思いますけれども、うんうんうん、またねあの京都から寺島選手もそうですねでしょ。だからさ本当に各ポジションすごくね集めてる感じがするじゃないですか。うん、あとね
北海道からもニック・メイヨ選手、ね、今シーズン得点王でしたけど、アイザイア・マーフィー選手は残っているわけでしょ、うん、いや、ま、もしかしたらもっとね、他にもってなるのかもしれないですけど、うん、でもなんか、すでに今このメンバーだけを見ても、タッキーはどんな印象ですか？うん、今のところで言うと、まあ、本当に攻撃力とかはすごいんですけど、噛み合うのかどうかっていうところですよね。それはね、うん、確かにね、うん、まあ、本当にもう何、個々の選手の能力で言ったら本当にリーグ有数の、ね、メンバーを集めたと思うんですけど、ね、合うかどうかっていうのはまた未知数で、これがバスケットボールの面白いところですから。確かにね、うん、でもなんかこう、あったらって思うと、だって最初なんてそれこそ昨シーズン富山も合うのかみたいな話をしてた方ももちろんいらっしゃったじゃないですか、うんうん、でも蓋を開けてみればもうそれこそリーグの台風の目みたいな存在だったじゃないですか。そうですね、広島も何が起こるかわからない本当そうですね、うん、いや楽しみだよ、うん、本当に、まあ、トーマス・ケネディ選手とかもいますしね。はい、でチャールズ・ジャクソン選手とかニック・メイヨ選手って本当にその、インサイド陣が本当に強力なので、そこもやっぱり噛み合ってきたらすごくリーグの中でも有数の力を発揮してくれるんじゃないかなって思いますね。そうですね、楽しみにしたいところです。で、うん、本題はここからですね。はい、辻直人選手いやもうこれは何だろう、川崎をなんだろう、もうファンとしてもそうですし、取材を結構深くさせていただいたこともある中で、契約満了の発表が川崎からチームから出たじゃないですか、うん、あの時に、ご本人の言葉と北拓也 GM の言葉があったと思うんですけれども、うん、あれが全てだなって個人的にはすごく感じているところで、でもう辻選手に限ったことではなく、先ほど安藤修斗選手の時のも感じたことなんですけれども、いろんな意味で B リーグがあプロのリーグになってきたなって、うん、今回は特に移籍を見て感じてるんですよね、うん、でなんだろう、昨シーズンがやっぱりそのコロナで中断してしまって、多分大きく移籍が動きにくかったっていうのもすごくあると思うので、今シーズンは多分その反動が結構来るっていうのも予想はしていたし、うん、でかつ 5シーズン経ってなんか本当にプロとしての移籍を見えるような気が、多分宇都宮選手とかってそうですよね、うん、医療チームで入ってずっといると思ってたけど、ここで出ることになってっていうのは、なんかプロの選手だなってすごく感じたのが正直な感想ですね。で、ご本人のコメントで、まさかね、川崎で本当は選手を終えると思ってたから出ると思わなかったみたいな言葉があったじゃないですか。で、多分プロになったから、いろんな選手がその代理人さんとか、うんうんうん、いろんな方とも契約をしてきているじゃないですか、うん、なのでもちろんそのこれからの、いろんな選手の移籍に対してすごく思うことは、皆さんそれぞれがやっぱり自分が商品、自分に価値があるから、何を大切にするかとかもしっかりやっぱり考えていかないといけないんだなっていうのは、なんかすごく見てて感じませんか？なんかこう、本当にそうですね。ね、やっぱり元企業チームだと特にどこか守られていて、うんうんうん、そのまんまで、でもこれからはやっぱりプロの選手として自分がどこでプレーをしたいとか何が大切なのかとか、うん、やっぱりそのね、スタメンで出ることが大事な人もいれば、そうじゃない方もいるじゃないですか、うん、いろんなことがある中で、そういうのをしっかり常に考えるっていうのもどん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 求められてくるんだなっていうのをなんとなく感じました。本当そうですね、まあ、やっぱりそのビジネスですからね、このバスケットボールっていうのもやっぱり選手がこうね、自分の価値を証明するためにいろんなことが必要になってくるし、うん、まあ、昨シーズンで言うとやっぱりそのコロナウイルスの影響で、例えばそのリーグ全体のね、年俸が下がったなんていう話もありましたし、うん、やっぱりその選手として稼いでいかなきゃいけないっていうのもあるし、いろんな要素があるじゃないですか、やっぱり、うん、そのね、プレーする機会であったりとか、その報酬収入っていうところだったりとか、まあ、いろんなこう機会がある中で、やっぱりこうエリさんのおっしゃる通り、選手はこう自分で
何を優先にするかっていうのをしっかりと考えて動いていくことが、まあ、必要になってくるかなっていうのはありますよね。でそれで見ていくとやっぱり B リーグの中でも大きな、ね、例えば収益財力を持っているチームと本当にやっぱりコロナ禍ですごく苦しんでいるチームといろいろあるじゃないですか、うん、でさらにね私たちボールトリップも取材させていただいている長崎ベルカさんみたいに新しく B3 に参入してもねクラブハウスとかこの前見ましたよねタッキーもあれはすごい美容のどこよりもすごいんじゃないかなみたいな本当にそうですね、 そういうねもう整った新しいチームが B3 なんだけど、うん、あったりっていうすごいなんだろうパワーバランス、ね、B1 よりも多分すごいんじゃないかなみたいなチームが下にあったりもするのでそういった中で多分これから本当 B リーグ荒波時代じゃないけど、うん、こういう時代が来るのかななんてちょっと勝手に想像してます。いや本当にだからその、メインスポンサーというか親会社というかそういったところがこう本気に なりかけてきてるっていうところはありますよね。よりこうつぎ込んで資本を出していくっていうところが顕著に出始めてきてるのかなと。それってそれだけ要はスポンサーの皆様だったりもちろんオーナー企業の皆様がおここは B リーグに投資しようこのチームに投資しようって思っているからでしょ、うん、本当そうですね。もうさバスケットボール界 B リーグ界各チームの皆様自信を持つべきですよね。うん本当そうですよね。もうそれをずっとじゃないから続けていくためにさらにまたやっぱり皆さんより努力をしていくともっともっといいものになってくるし、うん、だからねよく私たちもともと NBA ファンとしてもさ、うん、NBA 界ね本当に巨額のね移籍金やらいろんな話がオフに飛び交うじゃないですか、うん、なんかそんな風にあそこまでのね額にはもちろんなりませんけれども、うん、そうやってね B リーグも NBA みたいにそう大きなお金が動いてすごいチームの顔だったような選手が移籍したりとかっていうのが今後出てくるわけでしょ、うん、もっとねいやもちろんファンとしてはドキドキが止まらないしもうどうしたらいいんだよっていう気持ちにももちろんなりますけどでもそれはすごくプロスポーツとしては楽しみなのかなって思っててただ一つ個人的に付け加えると個人的ファンの気持ちで言うといやいつかねまた辻選手はこう広島に行ってまたなんだろう辻直人を見せつけてさらにいろんなものを経てもしよければいつでも川崎に帰ってきてくれたらいいのになんて多分みんなファン思ってると思うねいやもう篠山選手のツイートが全てだと思います。最終章また一緒にやろうよなんて泣かせますよね。うん、まあ、実際ね NBA でもそういうの多々ありますからね。あるケビン・ガーノって選手がね最後ミネソタに帰ってとかねあれさミネソタの移籍が決まった時にさすで、うん、に泣きましたよねレブロンもねあのヒートに行ってまた戻ってきたっていうのもありましたしねやっぱりまたドラマありますよね。だからさそういうのを B リーグで初めて辻直人選手がドラマを作るのもまたあの選手だからいいのかななんて思って。うんうん、いや本当にファンとしてはね結構やっぱりああいうの悲しいんですよねフランチャイズプレイヤーが出てっちゃうのって。いや 悲しいどころの騒ぎじゃないあのそれこそ川崎の YouTube チャンネルとかめちゃくちゃ面白くてね、まあ、ちょっと他チャンネル競合だからちょっとあんま言っちゃいけないかもしれないですけどすごく楽しみにしてて、いやあの お笑い担当も兼ねたあの辻選手の存在がなくなった後は、まあ、まあ篠山選手とかもちろんいますけど、どうしたらいいんだ。G2 がね、G2 がやらなっちゃいますから。広島まで応援に行きますみたいな。でもだからそのね、冒頭の話に戻りますけど。本当にそれだけね、うん、こうリーグが成長してきてるっていうことですので、どうしてもこういうね、移籍とかも起こりうるということで、今後は。だからね、正直言っていいですか、うん、このオフの移籍、いや、あの、辻直人選手移籍っていう大激震が多分 B リーグファン全員に起きたと思います。でも、私これで収まらないと思う。うん、辻
が移籍するような時代がやってきたわけでしょ、うん、だからもっと他にも移籍とかなくあってもおかしくないですよね。もういや本当そうですね、怖まあまあこのねまだ始まったばっかりですからオフも、ね、来週この番組怖いな楽しみながらこの放送で毎週追っていければと思います。そうですね、で、うん、実際にまだあの契約満了っていうのが発表されて、でも移籍先がねまだ発表されてない選手、ハラハラの状態の選手もいますもんね。そうですね、それこそ川崎で言うと大塚選手とかいますし、はい、まあ、いっぱいこれからもいるんで、ね、いっぱいいるので、うん、ちょっとその辺りも動向もねちょっとまた来週タッキーにいろいろ教わりたいと思います。よろしくお願いします。ということでオフシーズン第1弾はこんな感じですかね、はい、皆さんどんどんこのオフシーズンに関するコメントとかいただければと思うのでまたよろしくお願いします。そうですね、ぜひあのこういう話してほしいとか、なんかこんなタッキーに裏話を聞きたいとかぜひぜひ送ってください。ということで今週も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。寂しいぞ。また来週バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。